いたしました。それではただいまからアーティストトークを始めたいと思います。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。この前にこちらに展示してございますインセクトワールドの、作家でいらっしゃいますお二人をお招きしております。哲学者室井久志先生、拍手でお迎えください。現代美術家の椿昇さんです。室井久志先生は、哲学者として、現在横浜国立大学で、教鞭をとっておられ、また、劇団からゼミをプロデュースして、演劇の公演や、作品の制作に携わっていらっしゃいます。椿昇さんは、2003年水戸芸術館で、9.115 の世界テーマに国連少年展を開催なされ、現在では小豆島や各地のさまざまなアートプロジェクトに関わっていらっしゃいます。こちら今後バッタの展示なんですけれども、
昨年に水戸の方で展示してから浦井先生は約1年ぶりに、そして椿昇さんはかなり久しぶりに本日このバッタにお会いなさったということです。ほとんどご存知の方が多いかと思いますが、こちらの作品は2001年横浜トリエンナーレの際に横浜のインターコンチネンタルホテルにの壁に設置されて、多くの人が横浜トリエンナーレのシンボルとして記憶されているのでございます。まずは今日こちらのトークなんですけど、お二人に今日この久しぶりにバッタをこの都会のど真ん中で展示されて生き返った様子を見ていかがだったかという感想からお伺いしたいと思います。では村井先生からお願いいたします。はい、じゃあこんにちは、室井と申します。そうですね、これさっき今紹介があって2001年に、第1回の横浜トリエンナーレの時にですね、8月の31日だったかな、9月2日でしたっけ、オープニングから11月までですね、展示されましたと言っても、今日は関係、その場にいた人も何人か来てるし、その後関わった人もたくさん来てますんで、トリエンナーレ展示期間中71日間のうち23日しか展示できなかった。今も言ってたんですけど、あんなことやっちゃいけないことだったということは終わった後分かりまして、不可能なことだったんですが、それでも二十数日間はですね、実際に展示することができました。そういう写真がありますね。まあ、ご存知の方は多いと思いますけど、みなとみらいにちょっとヨットの帆の形をしたですね、ホテルがあって、そこの間のちょっと空洞になっている部分にですね、これを展示したんですが、風が強いところで、ロープが全部切れたり、それから、ロープが切れない場合は本体の布が破けたり、風でですね、顔が全部裂けて、くるっと裏返しになったりですね、さまざまなことがあってですね、まあ終わってみて分かったことはやっちゃいけないことだったっていうことだったんですけどね。それで、それからですね、もう完全にボロボロになったやつをですね、なんとかですね、僕ら2人すごい借金を抱えてましたんで、取り返すためにはこれをこうやって地上に展示して、ちょっとずつお金をですね、稼ぎながら借金返していこうというようなことで、まあ、椿さんのもう一つのアイディアっていうのは、まあ後から自分で言いますけども、これを全部切り取って、布のバッグにして売ろうぜっていう話もあったんですが、なんか売れる気がジェーンバーキンみたいな、絶対売れない、僕は絶対売れないと思ったので、それよりはちょっとこういうのをやって市沢に渡したらまあとにかく、そうやって何箇所かでこう展示をしているうちにですね、水戸芸術館の方で関心持ってもらって、一応そこのコレクションの一つとして、購入していただきまして、それ以外もいろんなことがあってですね、まあ、なんとか借金はまあ、大体各2人とも300万くらいで収まりまして、まあ、なんとか、長い間に消えていくことができた。ただしそれはですね、僕らが儲けるわけにはいかない理由があってですね、寄付金を募ったんですが、寄付金だけで550万円あったんですね。今、まあ、クラウドファンディングとか流行ってますけども、全然それない時代に、とにかくこれをビルの上に上げたいんで、皆さんのご寄付をお願いしますと言ったら、当時すごい郵便振り替え用紙で振り込みのはすごい面倒くさいにもかかわらずですね、600人ぐらいですよね、の人が振り込んでくれて、それもすごい助けになりました。だから、まあ、僕らの借金っていうのは、まあ、ちょうどそれぐらいでトントンかなっていうふうに思ってるんで、まあうまいこと終わってくれたということ でそれ以降ですね、水戸芸術館の方で、カフェイートミトっていう展覧会で 2,3 回出してもらって、それがちょっと話題になって今日も来てらっしゃるんですけど、5年前に横浜でですね、開国博っていう開国150周年記念の博覧会がありまして、まあ、あんまり成功しなかった博覧会で、しかも、まあ、ここにおられる朝中に DK の方々はズーラシアの方にヒルサイド会場というところですね、ほとんどお客さんが来ないというか、みんな参加者が田んぼ作ってるみたいな博覧会の場所にですね、なんとかこれを置いてお客さん呼べないかということで、毎週3日ぐらいですね